で、これを踏まえましてですね、その最後に FFT を用いた一変数多項式の乗算アルゴリズムを示します。一応アルゴリズムは FFTP マルチプライという名前にしまして、これは E と AX と BX を引数にとる、入力にとるアルゴリズムとして作っております。で、AX と BX はともに次数が2の E 乗未満の多項式ですので、まあ、その指数を E としております。で、まあ、これに対して出力の CX としましては、これは2の E プラス1乗未満ですかね、の多項式を出力するということになります。で、その手順ですけれども、一応以下のステップで行われます。まず、この AX に対して、これを1の原子 2N 乗根でですね、を使って、DFT を行ってですね、2N 点の強化を行います。で、BX についても、やはり1の原子 2N 乗根を使って、2N 点の強化を行います。まあ、ここでまず、FFT を使った離散フーリエ変換を行うわけです。で、3番目のところで、畳み込み積を使ってですね、この X0、Y0 とか X1、Y1 の掛け算を行います。で、4番目のステップで、この、ZI ですね、畳み込み積に対して、1の 2N 乗根の逆減を用いて、2の E プラス1乗の範囲での、この多項式の係数表現を得ると。まあ、ここが DFT を行うんですけども、FFT を使って、まあ、離散逆フーリエ変換を行って、まあ、この多項式を得るという計算になります。そして、その計算量見積もりがこちらですね。1ステップ目、2ステップ目では、これ、それぞれ FFT ですので、オーダーの N ログ N で、計算量が評価されております。で、3番目のステップは、これ、畳み込み積なんですけれども、これ、2N個の、数値の積ですので、まあ、オーダー N で評価されて、で、最後、FFT による離散逆フーリエ変換で、やっぱり計算量は N ログ N で評価されるので、まあ、全体の計算量としては、オーダーの N ログ N で行われるという評価になります。はい、ということで、今回はですね、高速乗算表としまして、高速フーリエ変換について、紹介しました。で、そこでは、その離散フーリエ変換と逆変換を紹介しまして、で、まあ、それがですね、その高速フーリエ変換で効率的に行えるということを、説明しました。で、最後に、この FFT を用いた一変数多項式の高速乗算法について、紹介をしました。ということで、一応計算基礎学1の授業がですね、ここで一段落したわけなんですけれども、まあ、計算基礎学1はですね、一応計算機の構成から始まりまして、計算機における数や多項式の表現などを経まして、その、まあ、主にですね、代数的な整数多項式といったような、ものの式の演算、あとは多倍調整数といったような、その、まあ、計算機に特有の構造を持ったですね、数の演算、速演算のアルゴリズムや計算量を前半では学びました。で、後半では、その拡張ユークリッドアルゴリ、拡張ユークリッド互助法のアルゴリズムとですね、まあ、その性質ですとか応用というのをいくつかやりまして、で、まあ、特にその中国乗算法とその応用についても いくつかの応用のお話をしました。で、最後は唐津波の高速乗算法ですとか、それから FFT を用いた一変数多項式の高速乗算法についてですね、紹介をしました。で、まあ、この授業ですけれども、計算基数学という授業科目名の割にはですね、
多分皆さん感じたのは手計算が非常に多かったのではないかということで、以前の何回か前の授業でも話題になりましたが、まあ、手計算数学じゃないかっていう話もあったんですけれども、まあ、これはちょっとした意図もありまして、実はそのアルゴリズムを構築していく上ではですね、やっぱりそれを最初の段階ではこう手でいろいろ計算をして、でそこにアルゴリズムが正しく動くか確かめたりとか、あるいはその計算の効率化がどこまで測られるかということを見積もったりとか、それからアルゴリズムの正しさを証明するといったようなことがですね、やっぱりその我々もそのまずは手計算から始まっている部分というのはかなり多くあります。でそういったまあ、いわゆるハンドメイドなものをですね、だんだんプログラムにしていって、でそれを部品としてより高度な計算を行うようにすると言っていくステップがやっぱりあるわけで、でそこではそのやはり最初の頃に行うですね、この手計算での感覚とかですね、そういった洞察っていうのが割といろんな研究をしていて有効になる時があるんですね。でやっぱりその例えばアルゴリズムを考えたり作ったりしていて、どうもこの辺が計算がうまくいかないとかですね、それからあるいはその計算量の評価がどうも思ったほど抑えられていないとかですね、そういった疑問が起きたときに、やはりその頭の中で手でやってたことをこう思い出してみるっていうのが、その対象をですね、より深く理解する上で、役立つのではないかなというふうに個人的には感じておりまして、まあ、そういったことをちょっと皆さんにも少し感じてもらうこともありまして、まあ、今回このような形で、まあ、数学を主体とした授業を行ってまいりました。ということで、まあ、これからですね、皆さん、まあこういう計算に関わる人が、まあ、どのぐらいいるか分かりませんけれども、まあ、今回のですね、こういうアルゴリズムですとか、それから、まあ、計算量の評価といったようなことが、まあ、もしかしたらどこかで役に立つかもしれませんので、まあ、そういう人にはお役立ていただければというふうに思います。それからあと、まあ、計算機数学は割とですね、こう四則演算だけでこういろんなことができる世界でもありますので、まあ、四則演算に魅力を感じる人がもしいればですね、まあ、あとは、まあ、四則演算じゃないとちょっとついていけないという、まあ、消極的な動機の人もいるかもしれませんけれども、まあ、そういう人がもしいれば、まあ、これからですね、こう卒業研究などでこういろいろ触れていく機会があってもいいのかなというふうに思います。というわけで、最後に出しました写真はですね、これは日本で最初に稼働した電子計算機でして、フジックっていう、名前なんですけれども、富士っていうとなんとなくこう富士フィルムを連想する人もいるかもしれませんが、実はそうなんですね、これ今の富士フィルムで開発された計算機なんですね。でこの計算機のすごいところはですね、ある人がほぼ一人で作ったんですね、この計算機を。でしかも当時はその、まあ、東京大学とか大阪大学とか有名な大学でも計算機を作ろうっていうプロジェクトがよりたくさんの予算と人員を揃えて進んでいたにもかかわらず、こういった会社の方がですね、最初に日本で最初に計算機を組み上げて走り始めたというのが特筆すべきかなと思います。ついでに言うとですね、なんで富士フィルムでコンピューターが作られたかっていうと、これ当時は富士フィルムでは、今もかもしれませんけど、レンズを作ってて、でそのレンズの設計のために計算機を作ったってですね、こういう計算機を作る前はその計算を専門にする人がたくさん雇われていて、まあ、その多くは女性だったっていう話を聞いたことがありますけれども、まあ、そういう専門の人たちがレンズの工学的な計算を一生懸命やって、手計算で全部やっていたと。でそれをなんとか早くしようということで、その
岡崎さんという方なんですけれども、ゼロからですね、この計算機の理論を勉強されて、で、こういう計算機を作ったということで、国立科学博物館に現在所蔵されているそうですが、こういった頃からですね、やっぱりこの計算、いろんな計算にまつわる話っていうのは始まっておりますので、皆さんもこれから計算に何らかの形で関わる機会があるかもしれませんが、そういった時にもですね、皆さんそれぞれの計算がうまくやっていけられることを願っております。ということで、一応ここまで、この計算機数学1の授業はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。